はい、どうもマリモです。ではグランプリ続きやっていきましょうということで、アポロさん主催の大会もついに5グランプリ目へと入ります。今度は代表守れカートということで、各チーム1人ずつ代表者が決まっておりまして、その代表者を他の5名ができるだけ守って、代表者をより良い順位になるようにしましょうということで、代表者のスコアは3倍になるチーム戦とさせていただくということだそうです。カスタマイズとかは全部自由で 150cc ということで、こちらの代表者は、アポロさんじゃないや、ライマさんだったかな。なので、まあ、いつもだとね、フレンドリーファイヤーもちょっと気をつけながら、でも当たることを覚悟で、後ろまとってとかも言ってたけど、それがないようにね、本当に気をつけないといけませんね。特にライバーさん本当に守っていきましょうというところなんで、このグランプリを楽しんで、そしていろいろ気にして頑張っていきたいと思います。ではレースへ行きましょう。はい、ではファーストレースは、まずはなんだっけ、スカイガーデンだ、名前が出てこないって言いますか。ライバンさんが何使ってるかなんだよな。ライバンさんをまず探さないといけないから、ライバンさんどれだ。とりあえず後ろから見やすいと思ってこれでスピード落としたら重なりしてるんですよね。どこだ、ライバンさんが見当たらないぞ。ライバンさんどこだ、どこだ、見当たらないぞ。前の方にいるのかな、全然見当たらないんだよな。いや、この順位も良かったんだよな、今のところだと。そうすれば、自分がアイテムを見つけられれば、全員 A チームだったんだけどな。ちょっとクラチャットいなかったな、今。だからライバーさん、どれだろうな。ここら辺も A の人が多いみたいですね、と。さあ、全然本当に見えないぞ。見えないってか分かんないぞ。ミョンさんがそこにいる。どうしよう、落ちちゃったらスターもなくなるから、だんだんか時間もったいないから、ここで使おう。さあ、で B チームでアイテム取り合いにならなくてよかった。さあ、これがどこだ。よし、さあ、とりあえず目の前に見えるのは A チームの人だったみたいですね。おっと、いやー、ここでもう一発サンダー来るか、マジか。いや、もうあと前にいるのが B チームなのかどうなのか分かんないぞ。いやー、しかも取られるっていうさ、取られるしバナナも置いてあるっていうさ、いやー、これどこにいたんだろう、ライバンさん。これでキャラクター何か確認しよう。ライバンさんはメタルマリオか。はい、ではセカンドレースは、なんだっけ、名前が出てこなくなっちゃった。ちょっとコース今見てなかったからな。いやー、ダメだな、ほんと実況者。さて、まずは、シルバーマリオじゃない、メタルマリオの、ライバンさんを守ることを一つ。で、もう一つは、A チームを潰す。自分の順位が今回は上げることはそんなに考えなくていいはず。ただ前の方に出て、A チームの速い人を潰しにかかるっていうのも一つの手ですね。いや、ノンさんいるからファイヤーが投げられない。ノンさんがいるとファイヤーが投げられない。どうしよう。こっち。あー、やばい、食われちゃった。しまった。シューマッハさんが、
あ、ライバンさんにキノコぶつけたい。キノコぶつけたい。天空なんか言ってることがおかしい気がするけど、キノコぶつけたかった。よいしょ。とりあえずじゃあここで一回俺も少し前に出るつもりで。ダブルが取れる、これは。悪いじゃん、そうだよね、違うよね。いやー、飛ばせ、オッケー。さあ、ここで、ライバンさんの後ろを今確保しましたと。おっと、ビーチームがここに固まってるっぽいぞ。あれ、ライバンさんどこ行った？お、シューマッハさんが、ここで、あー、アイテム取れない、痛い。これ潰しときたかった。そうね。あー、くそ。ここで俺も食らう。さあ厳しいぞ、厳しいぞ、これは厳しいぞ。さあダブルも残りそうないか、これだと。お、残った。いやでもあれ味方だな。前の人は B チーム味方だ。さあここでじゃあ俺がなんかいけるかな。あ、使っちゃった。まあいいや、これはちょっともう前に出るんじゃないよね。完全に前に出ようかね。4位取れた、4位入れた。あぶねー。お、これは、おっと、ライバンさんがちょっと厳しいぞ。 B が上で固まってはいるけどちょっと厳しいぞ。さあサードレースはリンディメトロ。ここで 200cc の心のふるさとがやってくる。心のふるさと、とりあえずどうしようかな。とりあえず一回後ろ下がるか、様子見よう。ライバンさんを見つけてから行かないと。ここからちょっとずつね、前に追いついていけるように頑張りましょうと思ったんだけど、いつもの癖ちょっと前に出ようとしたな、やっぱり。でも、あーと、バナナが判断できなかったぞ。バナナ多いな、なんか。どこにいるかな、ライバンさん。あ、やべえ、アイテムね。しかも、ジャンプアップしたかった。ここは早めに決めといて、ターボの最大限に活かせるんですけど。さあ、とりあえず、少しずつ、あれ？多分今のね、パンコンバイクだしね、だったと思うんだよね。X3 だと思うんだよね。これキートさんか、もうはキートさんか。あ、でも元とかにもいる。いや、ちょっと操作ミスが激しいのが起きてる。あーっと、ダブルが取れてて、どうすっけこれ。 B ばっかりだな、ここら辺に。あーっと、マジか。いい感じにやられちゃいましたね、今ね。いやー、これ厳しい、これ厳しい。ちょっと今の事故は痛いよ。さあ、あー、これでキノコか。キノコじゃさ、何もしようがないよね。いやー、マジかよ、赤コーラ。多分俺に来た赤コーラじゃない。いや、サンダー、もうほんと何この荒れ方。荒れすぎじゃない？ちょっといくらなんかな。いやー、これ厳しい。俺もちょっと順位がやばいね。いや、これは一気にみんなやられちゃってるね、 B チーム。さあ第5グランプリファファイナルレースやっていきましょうということで、クッパキャッスル。クッパキャッスルってあんま好きじゃないんだよね。まあでもそんな走りづらいっていうほど走りづらいコースではないと思うんですけど。さあライバンさんと並走していけるぐらいがちょうどいいと。いや、本当にやっぱそういう技術ってないよね。どうしようかな。一応ね、他の人たちの点数も確か計算には入れられるんで、自分が前に出ない、前に出る意味ってないわけじゃないんだよね。あとは、A チームの人を潰せるような位置で走れれば相手に取った時にワンチャンっていうのはあるんですけどね。
今とかほんと最高だよね。ほら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 、どうなんだ今 A チームが当たったのか。いやーやべえ、やっちゃったやっちゃった、変な動き方しちゃったから。あーあーあくそもう俺だけ引っかかってきた感じ。左が走ってた X さんは影響なかったか。やばいなー、いろいろ考えると。ミンミンさんがいました。ミンミンさん早いの、あえてあの順位のかどうなのか。さあ、あー嘘でしょ今さ、誰が投げたいやー気のせいかな、うん気のせいだな、まあいいや。とりあえずあれが誰だかな、もんな。いや怖いね、ほんと怖いね、今回誰がどうだかわかんないからさ。いやークソマジか、ここでここで、ま、バナナに当たる、しっかり鉄球も当たる、アイテムも取れない。いやー泣き面に立ちってやつ。さあジャンプアクション少しでも多めに。いや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 待って待って待って、味方だ、あそこみんな味方だ。これをうまく消費していけばいけるはず。6位か、どうなんだろうこれ。あここでで、ね、は順位みんな B が上取ってたけど、一人圧倒的な点数のミョンさんだけど、チーム的にはどうなんだろうね。うちは78点の138点160点のライバンさんにて168点で、ライバンさん3倍得点だから182点かな。まあでもどうなってるかわかんないんですけど、後で結果載せられたらいいかなと思いますね。